チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤真理奈です。いろいろなニュースから、私の気になったことをピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、不衛生、裸キムチ、やめられない韓国、驚きの言い分、についてです。夏になると妹も兄も、家の中ではほぼ裸です。エアコン強めで厚着のマリナです。視聴者様は、裸キムチを知っていますか？裸キムチですよ。知らないのですか？現在、韓国では、裸キムチの輸入量が増えて、ブームが起こりそうな気配ですよ。韓国の中国産キムチが輸入増加しているのです。中国で裸の男性が白菜を塩漬けにしている写真が公開されました。それが原因かもしれないのですが、韓国の中国産キムチの輸入量が増えたのです。わからない。マリナは、どうしてなのかわからない。やはり、文化なのでしょうか。それでは、裸キムチです。皆様、ご覧ください。中国産キムチ製造過程の写真、そこに、裸キムチがいます。中国でキムチを作る過程を撮った映像だとして、国内外オンライン掲示板に紹介されたものの、キャプチャー写真です。どうですか？ご覧になりましたか？なんか恐ろしいものを見てしまった時の衝撃を感じたのは、マリナだけでしょうか？皆さん、笑っているようですが、ここ、笑うとこではありません。韓国関税庁輸出入貿易統計によると、3月の韓国の中国産キムチ輸入額は、1448万ドル、約15億7645万円で、昨年同期比 19.7% 増加しました。輸入量は2万5427トンで、24.5% 増となっているのです。3月11日に裸キムチ写真が公開され、すでに契約済みの中国産キムチの輸入を直ちに撤回するのは難しかったものとみられる。また韓国の多くの食堂で中国産キムチを使っているが、韓国産キムチに比べて非常に安く、これを断念することは難しい。断念することは難しいって。すごい。すごすぎる。裸キムチ、恐るべし。わあ。一方、韓国国立農産物品質管理院は、飲食店など、全国3000カ所余りを対象に、緊急取り締まりを行った結果、130カ所が、キムチの原産地を偽って表示していて、摘発されたと明らかにした。韓国政府は、中国産キムチの安定性確保のために、中国政府と協議を進行中だという。いきなり原産地取り締まりの話に、すり替わっているのです。はあ、どういう状態かと写真を見ますと、泥水のような塩水プールにつけた白菜を裸でかき集め、このような白菜の山を、錆のついたショベルカーで持ち上げる。唐辛子の山から出てきたのはネズミ。中国産キムチが作られる過程を、まとめた映像が最近オンラインで拡散し、衝撃、ブームを与えているのです。10日、国内外のオンライン掲示板には、中国で白菜を大量に漬ける方法、という題名の映像付き投稿文が、相次いで登場しています。映像には地面を掘って、作ったプールのような大きな穴にビニールを敷き、ここで塩漬けした白菜を、裸の男性がショベルカーに移す姿が映されています。白菜が使っている塩水は、一目見ても非常に汚れていることがわかります。このようにして集められた白菜は、錆のついたショベルカーで運搬されるのです。該当の映像は、昨年6月に自身をショベルカーの運転手だと紹介した、中国ネットユーザーが、ウェイボーに初めて公開したことがわかった。この人物は、皆さんが食べている白菜も私がつけたもの、という説明をつけて様々なサイトで拡散したのですが、現在は原本と該当の文章は、すべて削除されています。
そんなに人気があったのですね。裸キムチ。内容が削除されるくらい、反響が大きかったのですね。いいぞ。裸キムチ。マリナは、中国産、韓国産のキムチを、普段口に入れないようにはしていますが、裸キムチは、少し気になる。それでは、裸キムチとは、一体どういうものだろうか。中国産キムチのほとんどは、山東省を中心に形成された、約100カ所の製造業者で作られています。製造単価は 1kg あたり、863ウォン、約82円で、韓国産キムチ、2872ウォン、と比較すると3分の1程度で安い。昨年1月、韓国食品医薬品安全所が発表した、海外のキムチ製造業所の、現地実態調査の結果、中国45社のうち14社が、衛生状態非適合判定を受けた。特に7社では衛生状態が劣悪で、輸入中断措置を受けたりもした。しかし法律の未整備で業者名は公開されず、再発を防ぐことのできる実効性のある措置も作られなかった。15年前にも中国産、低質キムチ、破門。中国産キムチの安全性問題が取り沙汰されたのは、今回が初めてではない。2005年、中国産キムチに基準値以上の鉛成分が検出されたという報道以降、白菜、長ネギ、大根など、キムチの材料になる野菜価格が高騰した。また、中国産輸入キムチ製品の9種類から、寄生虫が見つかり不安が広がった。食品医薬品安全所は、輸出国現地生産から国内流通まで、キムチ安全管理を大幅に強化する法案を昨年発表した。輸入キムチに対して、食品安全管理認証基準を義務付けることにしたものだが、2024年からは、認証された業者が、生産したキムチだけが輸入可能となる。このニュースを見た人たちの感想です。人のこと言える立場なのか、水道から変な虫が出てくるに、低質なのは中国も韓国も同じだよ。汚水、海洋へ垂れ流しの韓国やんか。安けりゃそれで良いってもんでしょう。特別安い食材は何か問題があるのに隠してまで販売し、仕入れる方もまた、何かを隠しながら販売する、悪循環ですな。不衛生と金に目がくらんだ者同士の共演ですね。絶対食わんね。他国を非難したところで、食堂では残った突き出しを、使い回しする国民性。今まで、うまいうまいと食べてたのだから問題ない。今まで通り中国産に依存しなさい。こんなんだから発祥地も取られるんだわ。健康志向とやらで国を挙げて、処理水問題にイチャモンつけてきても、所詮は金、こんなやからってことでしょ。中国もオタクも、衛生なんか、関係ないってことでしょう。白菜のプールに豚が泳いでいても、おかしくないかもしれない。オタクらの国でどんな製造されているか、わかったもんじゃない。そんな不潔なものを国民に安定供給させるために、中国政府と協議中、ちょっと意味がわからない。それでも自国産よりマシと思っているのかも。日本には、輸入されていないんでしょうか。この、裸キムチ、心配になってきましたね。さて、皆さんは、この、裸キムチ、食べる勇気ありますか？食べたくないと思ったら、グッド。食べたいと思ったら、バットを押してね。本当に汚いものは嫌いです。土足が当たり前の国々に言いたい。靴を部屋の中に入れるなと。日本に生まれて本当に良かったと思う、マリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。また、お会いできるのを、楽しみにしています。チャンネル登録、お願いします。メンバーシップ、マリナ支援お願いします。